名古屋ドームです。中日ドラゴンズ対横浜 DeNA ベイスターズ15回戦の模様をお送りしてまいります。ドラゴンズの先発は右の若松、対するベイスターズの先発は右のウィーラン。この両投手の投げ合いです。さあ間もなく試合開始となります。さあ注目の立ち上がり、先頭バッターは桑原、第9ボール、慎重に攻めてきます。第2球危ない球、第3球を投げた、ストライク。第4球を投げた、打った、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番石川、通算1000本安打まであと9本としています。初球決まってストライク、まずは決めてきました。第2球危ない球、投球は3球目、投げた、ストライク、追い込んでいます。追い込んで第4球を投げました、打った、ライナー破った、ボールは中継、石川いいバッティングを見せました。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。第9球低めストライク、まずは入れてきました。第2球投げました、打ちました、いい当たり、レフト前クリーンヒット、ボールは中継、ロペスナイスバッティングです。ドラゴンズ先制のピンチを迎えます。初球見送ってストライク、第2球ストライク、無駄畑厳しいところでした。簡単に2ストライクと追い込んだ、追い込んでから第3球を打ちました、投げました、ボール、これはわずかに外れています。カウント1ボール2ストライク、第5球投げました、打ったい当たりだ、ボールはライナーで右中間へ、これはヒットになります。ボールが転がる、ボールは中継、ベイスターズ先手を取りました。筒香タイムリーツーベースヒット、ドラゴンズなおもピンチが続きます。バッターは5番宮崎、第9ボール、サードランナーちらっと見た、投げました、ボール、低めカウントは2ボールノーストライク、第3球を投げた、見送ってストライク、第4球を投げた、打った、引っ張った、左へ打っていったがこれは切れてファウル、打ちました、センター前に出る、スライディングキャッチ、ファインプレー、宮崎センターへの犠牲フライ、ベイスターズリードを2点に広げます。2対0、右バッターボクサー6番高城、第9投げた、ストライク、タイミング合いません。第2球投げた、ストライク、タイミング合いません。第3球を投げた、ボール、完全なボール球、カウント1ボール2ストライク、次が4球目、投げました、チェンジアップはボール、これは完全なボール球、カウント2ボール2ストライクです。第5球投げました、直球、空振り三振。1回の表が終わって2対0、ベイスターズまずは先制しています。1回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。トップバッターは強打、まっすぐ見送ってストライク、第2球投げました、2球目空振り、これで追い込みました。第3球を投げました、危ない球、次が4球目、投げました、打った、流し打ち、宮崎交代、切れていきます、ファール、投げた、見送ってボール、カウント2ボール2ストライクです。第6球を投げた、打ちました、レフト線ぐーっと打球が上がっていきますが掴みました、
これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番荒木。第9変化球ストライク、インコースへ。第2球投げた、見送ってストライク、軽く追い込んでまいりました。第3球を投げた、アウトコース高め、ストレートは外れてボール、カウント1ボール2ストライク。投げた、完全に外れた、ボール、はっきりしたボール球、カウントは2ボール2ストライク。投げました、流し打ち、どうだ、ファールボール。投げました、流し打ち、取りました。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは3番大島。第9投げました、外角高め、際どい球、ボール。さあ次の投球、投げました、打った、痛烈な当たり、センター方向に持っていきましたが、センター交代、取って、これで3アウト、チェンジ。ウィーランド無難な立ち上がりです。1回の裏が終わりまして2対0、ベイスターズ2点リードは変わりません。2回の表、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは梶谷、初球から打ってった。ドラゴンズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。2球目ストライク。第3球はスラブ、空振り三振、若松見事なピッチングです。第9初球はストライク。第2球打ちました、いい当たり、ショート右、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターはピッチャーウィーラン、初球空振り。第2球投げました、危ない球。第3球は3球目ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。追い込んで第4球を投げた、空振り三振、最後はキレのある変化球、最後は空振り三振に倒れました。2回の表が終わって2対0、ベイスターズスコアボードに0が入ります。2回の裏、2点を追いかけますドラゴンズの攻撃。この回のトップバッターはゲレーロ。第2球投げた、打ちました、セカンドゴロ正面、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右のバッターボックスは5番ビシエド、初球決まってストライク、いきなり150キロ。第2球投げた、ボール、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げた、ボール、カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げた、真ん中に伸ばしてストライク。さあ投球は5球目、投げました、インロー、空振り三振。バッターは6番平田。第9投げました、外れた、ボール。第2球投げました、ストライク。投球は3球目、投げました、3球目空振り、追い込んでいます。第4球を投げました、見送ってボール、カウントは2ボール2ストライク。さあ5球目、危ない球。第6球を投げた、ストライク、見逃し三振。最後は見逃し三振に仕留めました。2回が終了しまして2対0、ベイスターズ2点リードは変わりません。ベイスターズこの回1番からの好打順になります。右バッターボックスはトップバッターの桑原、第1打席は内野フライに倒れています。第2球投げた、あっと引っ掛けた、強打、下がっていった、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番石川、今日2度目のバッターボックス。投げた、インコース高め、ストライク、少し迷ったか。初球空振りから、第2球投げた、またも空振り、これで追い込みました。投球は3球目、投げた、膝元、直球は外れてボール、カウント1ボール2ストライク。
第4球は打った、ヒット。石川、いいバッティングを見せました。バッターは頼れる助っ人ロペス。第1球投げました、打ちました、初球打ち、センター前進、ヒット。ボールは中継、ロペスナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。1球目ストレート空振り、タイミング合いません。1球目空振りから打ちました、これはいい当たり、さらに伸びていく、ダイレクトフェンスに当たった。ボールは中継、筒香、いいバッティングを見せました。ドラゴンズなおもピンチが続きます。第2球、2球目ストライク、追い込んでから投げました、アウトロー際どい球、ボール、カウントはワンボールツーストライクです。次が4球目投げました、打った、ファウルボール。次が5球目投げました、打ちました、当たり損ねのファーストゴロ、ホームアウト、一塁はアウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。最後はバックに助けられました。3回の表が終わって2対0、ベイスターズ現在2点をリードしています。3回の裏、2点を追いかけますドラゴンズの攻撃、先頭バッターは福田。第1球投げました、初球を打ちました、フラフラッと上がった、石川余裕があります、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番松井、投げた、危ない球。さあ次の投球、投げた、危ない球。第3球を投げた、ランナーがストライク。第4球を投げた、打ちました、レフト線、ぐーっと打球が上がっていきますが掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターはピッチャー若松、投げた、ストライク、まずは決めてきました。1球目ストライクから投げました、2球目空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、危ない球。第4球を投げました、151キロ直球、空振り三振。名古屋ドームからお送りしております中日ドラゴンズ対横浜 DeNA ベイスターズ、序盤終了しまして2対0、ゲームは中盤4回に入ります。この回の先頭バッターは高城、今日の第一打席はスイングアウト、初球打った、センターへ上がった、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番梶谷、第一打席はスイングアウトの三振に倒れています。初球に送ってストライク、まずは入れてきました。投球これから2球目ボール、カウント1ボール1ストライク、投球はこれから3球目、ストレートはボール、完全なボール球、カウントは2ボール1ストライク、投球これから4球目、変化球ストライク、インローへ。さあ投球は5球目、投げました、内角、空振り三振、インコースの変化球でスイングアウトを取りました、投げました、初球縦のカーブは空振り、少し迷ったか。第2球ストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、一つ外してボール、1球外します、投げた、打ちました、取りました、これで3アウト、ベイスターズ結局三者凡退、無得点に終わっています。4回の表が終わって2対0、ベイスターズ現在2点をリードしています。ドラゴンズこの回は打順よく1番からの攻撃、トップバッターは強打、第1打席はレフトフライに倒れています。第2球投げた、ナックルカーブ見送ってボール、カウンター2ボール。第3球は3球目ストライク、第4球を投げた、
打ちました。ボテボテの当たりはショートゴロ、一塁送球アウトです。一塁がアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番荒木。第1打席はファーストフライに倒れています。第9投げた、ストライク、まずは決めてきました。第2球投げました、ナックルカーブ、空振り、これで追い込みました。第3球を投げました、外角高め、ストレートは外れてもカウントはワンボールツーストライクです。第4球を投げました、見逃し三振、内角高めいっぱいに決まった。左バッターボックスは大島、第1打席はセンターフライに倒れています。投げました、初球から打ってった、スタンドに入りました。ファール。第2球投げました、打った、ファール。投球は3球目、投げた、147キロ直球、空振り三振。大島全くタイミングが合いません。ウィーラン、この回も素晴らしいピッチングです。4回の裏ベイスターズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャーウィーラン。第2球投げた、外角低めいっぱい、ストライク。第3球を投げた、1球外した、ボール、わずかに外、カウント1ボール2ストライク。第4球を投げた、打った、強打、バックしていった、ヒットになります。ウィーランド、ナイスバッティングです。打順のトップに帰って桑原、今日はセカンドフライとショートフライ。ファーストランナーをちらっと見て投げた、打ちました、これは内野ゴロ。ファーストから二塁送球、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレイ。左バッターボックスには石川、通算1000本安打まであと7本としています。初球はストライク。第2球投げました、2球目ストライク、もう追い込んでいます。投球はこれから3球目、インハイ際どい球、ボール、強気で攻めてきます。カウントはワンボールツーストライクです。変化球、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。5回の表が終わって2対0、ベイスターズ現在2点をリードしています。5回の裏、2点を追いかけます、ドラゴンズの攻撃。この回のトップバッターはゲレール。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げました、ボール、わずかに外れました、カウントは2ボール。第3球ダックルカーブ、見送ってストライク。投球これから4球目、きた、いった、一直線、入った、入った、ホームラン、第28号ソロホームラン、左中間スタンドへ吸い込まれていった、ストレートを完璧に捉えられました。ウィーランドがっくりとうなだれます。チームメイトが迎えます。バッターは5番ビシエド、今日の第1打席はスイングアウト、投げました、サークルチェンジ、見送ってストライク。第2球投げました、ストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、打ちました、レフト前進、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番キラタ、投げた、決まった、ストライク。第2球このボールも空振り。第3球を投げた、ボール、カウントはワンボールツーストライクです。第4球はストレートはボール、アウトコース低め、大きく外れました、カウントはツーボールツーストライク。打ちました、セカンドの右、石川ボールを掴んだ、セカンドから一塁送球、これでツーアウト、ランナーありません。第9球危ない球、
2球。投げた。危ない球。第3球を投げた。3球目ストライク。次は4球目。投げた。アウトコース高め空振り。さあ投球は5球目。投げました。打ったいい当たりだ。ボールはレフトへ飛んでいきました。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。5回までが終了しまして2対1、ウィーランドとうとう打たれてしまいました。試合は後半6回に入ります。バッター頼れる助っ人ロペス。第9決まってストライク。第2球会心の当たり、破っていった。ボールは中継。ロペスいいバッティングを見せました。ロペスこれで今シーズン10度目の猛打賞となります。バッターは4番筒香。第9投げました。打った。これはいい当たりだ。打球はそのまま伸びていく。センター見送った。ホームラン。第24号ツーランホームラン。白球は無情にも持ち去る。初球を持っていかれました。出ました、このパフォーマンス。バッターは5番宮崎。今日はセンターへの犠牲フライとファーストへの併殺打。投げました。打ちました。初球打ち。ライナー破った。ヒット。宮崎ナイスバッティングです。バッターは代打白崎。第9初球送りバント。ピッチャーの左へ転がした。一塁送球アウト。ランナー二塁に進みました。ワンアウトランナー二塁に変わります。さあ追加点のチャンスにバッター梶谷。ここまで2打席連続三振。セカンドランナーちらっと見た。ボール外角低め。カウントワンボールワンストライク。第3球を投げました。真ん中にストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。第4球は打った。流し打ち。これはヒットになります。梶谷いいバッティングを見せました。ドラゴンズなおもピンチが続きます。投げました。初球引っ張った。切れていきます。ファール。第2球ランナースタートを切った。ボールを二塁へ送った。盗塁を許します。ランナーを進められてしまいました。打った。当たり損ねはショートゴロ。一塁送球アウト。これでツーアウト。ランナーは二塁三塁変わりません。福谷降板。マウンド上はジョーダン。これが18試合目の登板。ピンチヒッターは芝。第9投げた。初球決まってストライク。まずは入れてきました。第2球投げた。高め決まってストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。肩越しにランナー見た。投げた。ボール内角低め。カウント1ボール2ストライク。第4球は打った。ヒット。センターバックホーム。ベイスターズさらに1点追加。5対1。今日元気のない桑原。第9球初球空振り。伸びのあるストレート。サードランナーちらってみた。投球これから2球目。危ない球。一塁へ1つ牽制球を送りました。投球は3球目。投げた。ストライク。タイミング合いません。投球これから4球目。ボール。これはわずかに外れています。カウントは2ボール2ストライク。一塁牽制球を送ります。タッチセーフ。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。ジョーダンランナーの動きを警戒して打った。痛烈な当たり。掴んでこれで3アウトになります。6回の表が終わって5対1、ベイスターズリードを4点としています。ウィーランド降板。右の三上
今日2番手としてマウンドに上がります。6回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。先頭バッターは松井。第1打席はレフトフライに倒れています。初球空振りから第2球投げた、流し打ち、どうだ、内野ゴロ、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは龍のユーティリティ堂上。第9球初球に送ってストライク、まずは決めてきました。第2球投げました、縦のスライダー、ボール、カウントワンボールワンストライク、投げました、速球ストライク、低め、タイミング合いません。第4球を投げました、流し打ち、これは内野ゴロ、ロペス、そのままベースを踏んでツーアウト。バッターはトップに帰って強打、今日はレフトフライとショートゴロ。初球ストライクから第2球投げました、縦のスライダー、ボール、アウトコース高め、完全なボール球、カウントワンボールワンストライク、投げました、打った、フラフラっと上がった、倉本交代、取ってこれで3アウトチェンジ。名古屋ドームからお送りしております、中日ドラゴンズ対横浜 DeNA ベイスターズ、6回の裏が終わりまして5対1、ジョーダン降板、左の小笠原、これが9試合目の登板。ゲームはこれから終盤に入ります。この回の先頭バッターは石川、投げた、決まってストライク、まずは入れてきました。第2球投げた、空振り。第3球を投げた、打った、流し打ち、レフト線ぐーっと打球、スライディングキャッチ、ファインプレー。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは頼れる助っ人ロペス、今日は3安打猛打賞。変化球に送ってストライク、投球これから2球目、打ちました、センターへの打球、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは4番筒香、スリーベースヒットが出ればサイクルヒット、初球を打ちました、フラフラッと上がった、取りました、これで3アウト。ベイスターズ結局この回3人で攻撃が終わっています。7回の表が終わって5対1、ベイスターズ無得点で終了。7回の裏、ドラゴンズラッキーセブンの攻撃、この回のトップバッターは荒木、今日はファーストフライと三振、初球ムービングパスと空振り。第2球投げた、流し打ち、どうだ、ヒット、荒木ナイスバッティングです。左バッターボックスは3番大島、通算100犠打あと5としています。今日はセンターフライと三振、一塁タッチセーフ。第9球ボール、第2球投げた、ムービングファーストはストライク、投球は3球目、投げました、ボール、カウンター2ボール1ストライクです。第4球は荒木、走った、打ちました、ヒットエンドラン、梶谷掴みました、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第9球投げました、1球目ストレート空振り。第2球投げました、ボール、カウント1ボール1ストライク、投げました、見送ってストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、あっとこれは上がりすぎたようです、左中間のフライ、レフト掴みました、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。投げた、初球を打った、センター前に出る、センターフライだ、浅谷取ってアウト、3アウトチェンジ。一塁ランナー荒木残塁に終わりました。7回の裏が終わりまして5対1、ドラゴンズラッキーセブンは無得点で、8回の表、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは宮崎、投球これから2球目、直球見送ってストライク。第3球を投げた、危ない球、第4球を投げた、打った、ビシエド、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。第9球決まった、ストライク。第2球投げた、インコース見送ってストライク、これで追い込みました。
第3球を投げた、外れた、ボール、カウントはワンボールツーストライクです。投げました、変化球、空振り三振、バッターは7番梶谷。第9球投げました、初球から打ってった左中間へのフライですがヒットになります。梶谷いいバッティングを見せました。左バッターボックスは8番倉本。第9球ランナー走った、投球ストライク、キャッチャー二塁へ送球、判定はセーフ、盗塁を許します。ベイスターズチャンスをものにできるか。第2球投げました、ボール、はっきりしたボール球、カウントワンボールワンストライク。肩越しにランナー見た、投げました、打った、鈍いゴロ、ビシエド取った、ビシエド一塁、ベースを踏んでアウト、スリーアウトチェンジ、小笠原やりました。ドラゴンズこのまま勢いをつけたいところ。三上降板、右のパットン今日3人目のピッチャーとして登板です。8回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。トップバッターは平田、今日は三振とセカンドゴロ。投球これから2球目、ストレートはストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。追い込んで投げました、見送ってボール、カウント1ボール2ストライク。第4球を投げた、打ちました、レフト線ぐーっと打球が上がっていきますが取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。代打は遠藤。第9球投げた、初球落ちるスライダー空振り。第2球危ない球、第3球を投げた、3球目空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、ボール、カウントはツーボールツーストライク。第5球投げた、打ちました、これはショート正面、アウト、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは8番松井、今日はレフトフライト、サード打ちました、初球打ちヒット、松井一塁回って二塁へ、松井ツーベースヒットを放ちました。バッターは6回途中出場のドローン、第9球投げました、初球打ちました、フラフラッと上がった、倉本落下点に入った、掴んでこれで3アウトになります。結局二塁残塁です。8回までが終了しまして5対1、ベイスターズ4点リードは変わりません。小笠原降板、ルーキーの柳、これが14試合目の登板。いよいよ最終回を迎えました。先頭バッターはピッチャーパット、ストレートに送ってストライク、1球目ストライクから。第2球投げました、肩のカーブ見送ってストライク。第3球を投げました、ボール、アウトローへ、カウント1ボール2ストライク。投球これから4球目、ストライク、空振り三振、最後は145キロストレート。打順は1番に帰って桑原、投げました、流し打ち、ビシエド下がっていった、これはヒットになります。桑原ナイスバッティングです。左バッターボックスは2番石川、通算1000本安打まであと7本としています。第2球投げました、打ちました、第3球を投げた、完全に外れた、ボール、これは完全なボール球、2ボール1ストライク、バッティングカウント、低めの球空振り、少し迷ったか。第5球投げた、危ない球、投げた、打ちました、1、2塁間の当たり、抜いていった、ボールは中継、石川いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。ベイスターズさあチャンスをものにできるか。セカンドランナーチラッと見た、投げた、縦のスライダー見送ってストライク。第3球を投げた、打ちました、いい当たり、ボールはライナーでライトへ、取りました、桑原、打球を確認して三塁へ向かう。ドラゴンズなおもピンチが続きます。バッターは守備から途中出場の荒波、第9球投げました、初球空振り、
一塁へ牽制球を送ります。もう一度一塁牽制球です。第2球打った、ショートバウンド取った。荒木うまくさばいています。スリーアウトチェンジ。柳見事に流れを断ち切りました。ドラゴンズこの回1番からの好打順になります。先頭バッターは強打、ストライク。第2球投げました、縦のスライダー、ボール。カウント1ボール1ストライク。第3球3球目ストライク。次は4球目投げました、低め空振り三振。最後は直球、力でねじ伏せました。第1球投げました、初球はストライク。まずは決めてきました。第2球インサイド見送ってストライク、軽く追い込んでまいりました。第3球はアウトロー、ボール。カウント1ボール2ストライク。第4球を投げました、打ちました、打球はライトへ。梶谷取りました、勝利まであと1人。バッターは3番大島。スタンドからは大きな声援が上がっています。投げた、初球決まってストライク。第2球投げた、アウトロー際どい球、ボール。慎重に攻めてきます。カウント1ボール1ストライク。投げた、空振り。さあ次が最後の投球になるか。さあ4球目外れた、ボール。カウント2ボール2ストライクです。第5球投げた、打った、ボールはライナーで左中間、レフト取りました。試合終了です。ドラゴンズ敗れました。さて本日のヒーローは筒香、今日3打点を挙げる活躍を見せました。本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は5対1ドラゴンズ敗れました。勝利投手はウィーラン、敗戦投手は若松、実況担当は堂前秀夫で名古屋ドームからお伝えしました。